皆さんこんにちは、SYK 代表の北野です。今回はですね、実践 SNS 業界ナンバーワンの我々が教える年商3000万円から億超えを果たすための三種の神器というテーマでお届けをしていきます。今回の動画を最後まで見ていただくことによって、まあ、今ですね、コーチコンサル型ビジネスをしている方であったりとか、コンテンツ販売お教室業であったりとか、まあ、もしくはですね、店舗事業されている方から、まあ、年商である程度1000万以上いってるけれども、そこから先のね、ブレイクスルーがなかなかね、伸び悩むという方までですね、ぜひ参考になる内容をお届けしていくので、まあ、ぜひ今回の動画を最後まで見ていただくことによってですね、まあ、今自分の持っているそのツールであったりとか、もしくはまだ今自分が使っていないけれども、これから億超えしていくために絶対に必要なツールっていうのを今回ご紹介させていただきますので、まあその3つの参照神器、それをですね、それぞれどういう風なタイミングで、どういう風な役割を意識して使っていけばいいのかっていうお話をね、今回はさせていただきたいと思いますので、まあ、年商3000万以上、そして億超えを果たしていきたいという方は、ぜひ最後まで見ていただければという風に思います。では早速入っていこうかなと思うんですけども、まずこの3つの三種の神器っていうことで、まあ、まず丸1、丸2、丸3って書いてあるんですが、まあ、これはですね、年商3000万円から億超えを果たすためには、絶対に重要な3つのポイント。まず1個目、UGC。ね、これ UGC 簡単に言うと、まあ、認知ですね。認知をま、最大化していくっていうのが、まあ、非常に重要になってくると、まあ、いうポイントですね。で、二つ目、商品の魅力的を、多角的に伝えていくと。そして購入の妨げになる部分を取り除く。この三つができれば、商品というのはですね、嫌でも売れてしまう。こういう流れを作っていくことが、ま、十分可能であるよということなんですね。で、まずね、この認知を拡大ってとこから見ていこうかなと思うんですけども、まあ、基本的に物が売れるメカニズムってのは、まず、お客様に知られていないといけませんね。自分の商品、例えば、あなたのですね、あなたの会社、あなたの商品っていうのが、〇〇さんがこういう商品を持っているんだっていうのをですね、まず知られていないと、お客さんの選択肢にすら入らないよっていう、まあ話なわけなんですよね。まあそれこそ、まあお茶で言ったら、多いお茶だったりとか、あやたかとかですね、まあいろいろな有名なお茶ってあるわけですけど、コンビニのですね、端っこの方にある誰も知らないような名前のお茶って、多分みんな手に取らないと思うんですよね。まあ、それよりやっぱりみんなに認知されているものが結構、まあ有名だったりとか、まあ東京行ったら、じゃ東京でテーマパークといえば、ディズニーランドだよねとか、大阪で言ったらユニバーサルスタジオジャパンだよね。これも一つの認知の形なんですけど、まあ、そこまでの認知とまではいかないまでも、まあ、ある程度自分の業界、まあ、ダイエットだったらダイエットとか、パーソナルトレーニングだったらパーソナルとか、その業界の中で、この業界のここといえばこういう人がいたよねっていうように、見込みのお客さんには一応頭の片隅に自分の名前だったりとか、まあ、今会社化されている人は自分の会社の名前を覚えてもらっているっていうのが、まあ、非常に重要になってくると。まあ、これがやっぱり認知の重要性ということなんですよね。でなった時にこの UGC 認知をいかに最大化させていくのかっていうところでまず1個目のツール、これが結論 SNS ということになります。まあ、SNS というのがですね、まあ、三種の神器のうちの一つということで、まあ、SNS というと例えばまあ Instagram であったりとか、まあ、Twitter、 あとはまあ YouTube とか、まあ、Facebook とか、まあ、いろいろあると思うんですけども、まあ、このあたりになってきますと。でね、実際にじゃあその中でもさらにですね、この媒体、まあ僕が今お伝えしたインスタとかツイッター、フェイスブック、YouTube の中でも、まあ、大きく分けると2つにこれは特徴が分けられるんですね。で、これはどういうタイミングでその媒体を使っていけばいいのかって話もつながるんですけども、まず1個目が速攻系、そして2つ目じわじわ資産系と。で、1つ目のですね、速攻系っていうのはこれが何かっていうと、まあ紛れもなくインスタとかツイッターとかフェイスブック、これはまあやっぱ速攻性があって、まあいわゆるホームページとかでちんたら集客しないでも SEO 対策とかでちんたらやらなくても、まあ結構速攻的に収益が上がる。もうインスタからガッと見込みのお客さん集めても翌月にはもう制約して売り上げが立っているっていう、まあ、結構やっぱりそのなんていうんですかね、まあ、マネタイズまでの動線であったりとかその集客前の動線っていうのも結構やっぱりスピーディーにできてしまうっていうのがやっぱりインスタとかツイッターとかフェイスブックの特徴としてあります。これはもちろんフォロワー数何万人っていういわゆるインフルエンサーではなくて少ないフォロワーであったとしてもそれこそ500フォロワーとか1000フォロワーであったとしてもちゃんとリストが取れるようなメディアに比較的短期間で、まあ、ちゃんとしたノウハウがあればね、まあ、僕らのやり方であればちゃんと育てていくことができるという特徴があるんですけども、逆にですねこのじわじわ資産系っていうのがあってこれは何かっていうとですね、まあ、この中で言うとやっぱ YouTube だけは唯一やっぱじわじわ資産系なわけなんですよね。まあ、例えば YouTube で言うと、まあ、もちろん僕らもですね、まあ、2年間やって、まあ、僕らどっちかっていうとターゲット層ってある程度絞ってやってるので、まあ、今だいたい5000人ぐらいってとこですけど、まあ、僕らもここまで来る前に2年ぐらいかかってるわけですよね。ってなった時にやっぱり YouTube っていうのはやっぱじわじわコツコツ型、ただ YouTube っていうのはですねしっかりと今のうちからちゃんとやっていくことによって一本一本動画というのがですね優秀な営業マンになってくれるっていう話なんですよね。
まあ、例えば私自身のこの動画を撮ってるのが今2020年の12月末ですけども、今の時点で僕のチャンネルっていうのは650本ぐらい動画上げてます。この650本動画上げてるっていうのは、まあ、これ全部僕喋ってますよ。僕が喋ってる動画650本あります。ってことは僕の分身が650人いるっていうのと一緒なんですね。この株式会社 SYK の代表の僕が喋ってる動画、それが650本あるってことは、僕の分身を650人、しかも人件費なんてかからないわけですね。もう動画ですから、もうクラウドにありますよね。それが、関連動画の他のチャンネルに上がったりとか、見込みのお客様の目に触れることによって、そこから例えば僕のことを知ってくれて、で弊社のね商品を受注していただきたいとか、ご契約いただけるってことが結構やっぱ打ち回ったりしてますので、まあ、この一本一本が優秀な営業マンになってるよっていうのはですね、まあ、ぜひだからこそ今のうちから、ね、本当に1本でも2本でもいいので YouTube というのはもう今のうちから始めていくことをすごいすごい強く強くお勧めいたします。はい、ということですね。で、さっきのですね、一旦速攻性の話に戻るんですけど、この速攻性 SNS の中でもですね、さらに細かく分けると、フォロワーの増えやすさっていうのもですね、いろいろありまして、まあこれどういう順かっていうと、まあインスタ、ツイッター、フェイスブックっていうまあ順番になりますね。まあこれどういうことかというとですね、まあフェイスブックの場合はフォロワーというよりはまあお友達っていう感じなんですけども、まあやっぱツイッターとかインスタ、まあやって二大巨頭って言われてますよね、今の時代。でも、まあツイッターももちろんリストは取れるんですけども、フォロワーの増えっていうのはやっぱインスタと比べるとやっぱちょっと鈍いというところがありますので、まあもちろん一番フォロワーが増えやすいのはまあインスタです。なので、うちのまあやってる SNS マーケティング学科でもですね、まあみんな非常に結果を出されて、売上をまあ大体3ヶ月以内でちゃんとファーストキャッシュを掴んで、まあ、売上を上げていってね、まあ、ゆくゆくは年商3000万から1億以上を目指していく、まあ、そういったね、方向けの一応学科っていうのがあるんですけど、そこでも一番最初にやるのはまあインスタなんですよね。でその後でツイッターという順番でやるんですけど、ただインスタとツイッターっていうのはもちろん相性もあるので、私はツイッターの方が向いてますっていうんだったらその人にとってはツイッターが正解だし、まあインスタグラムの方が向いてるんですっていうんであればその人にとってはインスタが正解と。なので両方とりあえずやっててんやわんやになるぐらいだったら、自分が向いてる方をやっていただくっていうのが、まあ、一番おすすめかなというふうに思いますね。はい。っていうところになります。で、二つ目のですね、次ポイント入っていこうかなと思うんですけど、二つ目はですね、この商品の魅力を多角的に伝えるっていうのが、まあ、すごい重要になってきますと。で、これが二つ目のポイントとしてありまして、まあ、一個目の仁義っていうのはまず SNS ですと。で、二つ目はですね、商品の魅力を多角的に、いろんな角度から自分の商品の魅力っていうのをお客様に伝えていくことができれば、売らずして売れる流れっていうのもできると、まあ、いうふうな流れですね。マーケティングっていうのはセリングを不要にするっていう有名な言葉ありますけども、ちゃんとしたマーケティングができればですね、営業いらずで物が売れる、そういうふうな、仕組みを作っていく、これも一つのやっぱマーケティング戦略なわけですよね。ってなった時に、じゃあ売らずして売れるためのマーケティングを構築していくためには、やっぱりこの LINE ですと。まあ今だったら LINE で見込みのお客様も集めていく。まあ一昔で言うメルマガみたいなもんですね。まあ今の時代だったら LINE ですと。で、この LINE アットに見込みのお客様を集めていく時に、実際まあうちの学科とかであればですね、弊社 SYK はまあこの24個のテンプレートプラス8テーマに集約された、この配信の流れをそのままテンプレート通り配信していただくことで、まあ自分だけのね、LINE のシナリオ配信を作って組んでおくことで、まあ売らずして売れる流れっていうのを自動で作っていくことができるんですけども、まあよもっとね、ちょっと細かく言うと、まあ、これでもまだ全体の一部なんですけど、まあ、他と何が違うのかだったりとかね、自分の商品は他の会社さんと何が違うのか、いわゆる差別化のポジションですよね。どういう風な形で差別化の配信をしていけばいいのかだったりとか、なぜ今なのか、なぜ今ダイエットしないといけないのか、なぜ今 SNS を学ばないといけないのかとか、なぜ今あなたから商品を買わないといけないのかっていうところですよね。まあ、あったりとか、まあ、お客様があなたから商品を買った暁にどういった未来が手に入るのか、これをちゃんとイメージさせてあげられているような配信ができているかであったりとか、もちろん、あなたの商品を買うことによって具体的にどういう風なプロセスであなたの理想のゴールを導いていくことができるのか、例えばライズアップさんとかであれば、まあ、毎週ジムに来ていただいて専属のパーソナルがついて、食事も日報も出してっていう感じでやっていくことで結果が出るんですよとかね、まあ、そういった、まあ、ハウの部分であったりとか、こういったところを多角的にお客さんに商品理解です。基本的に商品が売れないのは自分の商品の価値魅力が適切にお客さんに伝わっていないっていうのが一番原因だったりしますので、自分の商品の価値、これを的確に伝えていくためにもですね、この LINE の配信っていうのをね、ぜひ意識をしてね、やっていただきたいと思います。そのためのね、こう24個のテンプレプラス8テーマに集約された今最も再現性がある簡単なですね、この LINE アット配信のテンプレートをね、まあ、僕ら構築しているわけなんですけども、まあ、配信ではね、まず最低限今からでもできるポイントとしては、まあ、この4ともぜひ気をつけてですね、まあ、配信を作っていってね、いただけたらすごい嬉しいなというふうに思います。ということで2つ目が配信、LINE アットというのが2つ目の仁義になりますと。
で、最後がですね、これが意外なんですけども、この3つ目のポイントっていうのは、購入の妨げになる部分っていうのを取り除いてあげるっていうのが非常に実は重要でして、商品がどれだけ商品の魅力を伝えたとしても、でも、この場合どうなんですかとか、こういった場合ってこうなりますよねとか、でもそれってどう、私にとって本当に商品相性合うのかなとか、やっぱり最後の最後、契約を決めるとき、クライアントはあなたから商品を買おうと思ったときに、つまずくポイントっていうのが意外とやっぱり結構あったりするんですよね。で、そこをスムーズに取っ払ってあげることができたら購入までの流れをスムーズに持っていくことができますので、もちろんこれ店舗でもそうです。お客さんが来店しない理由絶対あるわけですよね。そういったポイントを一つ一つ取り除いてあげるために重要になってくるのが最後何かっていうと、これがですね、ズームです。ズーム。でね、まあもちろんコロナの時代で、まあ今会社化されてる方はリモートとかでね、まあスタッフと一緒にズームとかで結構やられてる方多いと思うんですけども、まあうちも基本的に創業当時からずっとズームでうちも社内ミーティングとかやってますけども、ズームです。で、ズームっていうのは基本的に、あなたとお客様っていうのが1対1、いわゆるワントゥーワンでの、まあクロージングコミュニケーションだったりとか、まあ営業にも使えるし、まあズームセールスって言ったりもしますよね。まああとは1対多でもいけるわけですよね。だから1対多でのいわゆるズームを使ったセミナーだったりとか、まあ基本的にズームを使った戦略としては主に3つで、まあズーム個別セールス。で、実際ズームって今ね、すごい便利で、まあ画面共有がやっぱできるようですよね。で、画面共有をしながら資料をお見せしながら説明をして提案していただけることって、やっぱり、対面とかでね、電話だけで話すよりも、より、構成役で商品の内容も理解していただけると。だからそこからの制約にもつながりやすいであったりとか、あとはその資料画面共有しながらのズーム説明会。これはまあ一対多によるですね、セミナー形式の説明会をやったりとか、まああとはね、質問形式でズームライブ交流会等をやって、まあ実際ズームって今ね、チャット機能でコメントもいろいろ拾えたりするんですよね。まあそこで実際お客さんとのそのコミュニケーションを取りながら、お客さんの購入に至っている不安な部分っていうのをそのライブの中で、答えていくことで、一つ一つお客さんの購入の障害になる隔たりを取り除いてあげると。まあ、いうことで、コンバージョンまで持っていくと。まあ、いうですね、まあ、こういった戦略がありますので、まあ、2021年もよりですね、この3つの参照の神器っていうのをしっかり使っていく人がね、やっぱ生き残っていく、企業家になると思うので、まあ、ぜひね、これから年商3000万から億が果たしていくためのこの参照の神器。まず一つ目はやっぱり SNS の網羅しよう。その中でもやっぱ優先順位高いのは、まあ、インスタグラムですと。で、そして、Twitter、そして Facebook の順位になります。また、YouTube っていうのが非常に重要ってお話をしました。そして2つ目の神器としては LINE アット。で、商品の魅力っていうのを多角的に伝えていき、3つ目の神器としては、まあ、Zoom を使ってですね、セールスであったりとかセッションもしくは、説明会だったりとかライブ交流会に持ち込んでいくっていうのが非常に効果的なんではないかなというふうに思います。この動画ね、少しでも勉強になったよとか参考になったという方はぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もぜひ、ね、よろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。